アイルランド統治法は1920年にグレートブリテン及びアイルランド連合王国議会において成立したアイルランド自治を規定する法律。19世紀に入りアイルランドの民族運動が高揚するにつれ、イギリスではアイルランド寺に自治権を付与しようとする意見も現れてきた。1886年のアイルランド統治法は会員で否決され、 1893年に再び提案された統治法は上院において廃案とされた。1914年にはアイルランド統治法が上下両院で可決され、直挙も得ることができたが、第一次世界大戦の勃発により施行は一時停止されてしまう。4回目の試みとして、1920年に提案されたアイルランド統治法は第四次自治法案とも呼ばれた。 北アイルランドと南アイルランドの設立ロイドジョージ内閣により制定された法案ではアイルランドを北アイルランドと南アイルランドの2つに分割しそれぞれの自治権を認めるというものだった国防、外交、国際貿易、通貨などについては例外とした北アイルランドはアントリム県、アーマー県、ダウン県、ファーマナ県、ロンドンデリー県。 ティロンお及びベルファスト、ロンドンデリーで構成された。アルスター9県のうち6県で構成される北アイルランドはユニオニストが多数を占めることのできる最大範囲と考えられていた。ただしファーマナ及びティロンについてはカトリック教徒が優勢を占めていた。両アイルランドは上下両院により構成される議会を有し、一名の総督が国王を代表し、アイルランド評議会が 両地域にまたがる問題を対処することになった。両アイルランドともにイギリス議会会員への賛成権が認められた。南北アイルランド議会会員の選挙は1921年5月に行われた。1921年の北アイルランド議会の開会に際してベルファストのシティホールで国王ジョージ5世による演説が行われた。この中で国王は 南北アイルランドの和解を唱えている。この演説の総行は、南アフリカ連邦の首相、ヤンス・マッツの示唆を受けロイド・ジョージが起草したものであった。この演説によって、イギリス政府と英文でバレラ率いるアイルランド、民族主義者との間に交渉が持たれることになった。一方、南アイルランド政府が設立されることはなかった。南アイルランド議会会,会員の二十八名の議員は、 南投票で選出され、そのうち124名のシンフェイン党員はアイルランド、共和国議会の開設を宣言、第2回議会を召集した。残り4名のユニオニスト議員と15名の上院議員は、ダブリンの王立科学院で南アイルランド議会の開会を宣言したが、具体的な活動は行わなかった。事実上の停止状態に追い込まれた南アイルランド議会会,会員は、 1921年の AI 条約により一時的にその機能を取り戻すことになる。この条約では、履行に南アイルランド議会の承認を必要としており、これは1921年12月に行われた。またマイケル・コリンズの指導の下で、アイルランド暫定政府の樹立が決議され、コリンズはアイルランド総督、エドマンド・フィッツ・アラン・ハワードの承認の下正式に、 政府指導者に就任した。このアイルランド統治法は、ベリファスト合意の後、1998年に北アイルランド法が施行されるまで、北アイルランドにおける憲法として機能していた。ヤン・スマッツは、第二次ボーア戦争におけるボーア側指導者の一人であった。イギリス軍との戦闘で優れた指導力を発揮したスマッツは、敗戦を迎えると、 アフリカーナーとイギリス人との和解に身を捧げることを決心した。1914年に第一次世界大戦が開幕するとドイツと結んだ一部ボーア人がイギリス支配に対して反乱を起こした。スマッツはこれを速やかに鎮圧しドイツのアフリカ植民地部隊との戦闘にも勝利を収めた。反乱を起こしたボーア人に対し当局は寛大な処置をとり、その後南アフリカで ボーア人の騒乱が生じることはなくなった。アイルランドをめぐる植民地支配の転換には、この南アフリカの例が関係している。ありがとうございます。